はい、こんにちは、かけむらです。前にもオランジーナやったんですけれども、今日は普通に飲んでも、そうですね、前とあまり変わりないんで、ちょっと醤油入れて飲んでみたいと思います。サイダーに醤油入れたら結構いけるんで、こういうオランジーナの方にも醤油入れると美味しいかもしれないので、ちょっと実験してみます。それではまず、そうですね、恒例の原材料名の方なんですけれども、ここですよね、果実、オレンジ、レモン、マンダリン、オレンジ、グレープフルーツが入っているということで、あとはこちらオランジーナの説明がございます。それじゃ、炭酸の音チェックですね。まず、中身ですね、細かい泡がたくさん出ているっていう感じですね。で、まず普通に飲んでみます。ほう、美味しいですね。なんていうんですかね、いろんなみかんが入って、でその上にグレープが効いてて、すごく美味しいです。で、喉越しは細かい炭酸でシュワ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 という感じで、すっきりさっぱりっていう感じですね。美味しいです、とても。醤油の瓶ちょっと汚いんですけど、ご了承のほどお願いいたします。ちょっと醤油入れてどんな味になるか実験してみます。はい、醤油入りオランジーナです。それではどんな味がするのか、いただいてみたいと思います。ほう、合わないことはないんですけれども、三ツ矢サイダーみたいに美味しくはならないですね。ただ、塩のスパイスが効いてちょっと甘みが増すっていう感じなんですけれども、ちょっと醤油の風味が邪魔かなっていう感じですね。失敗です。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。